スタートしました。とばらついたスタート。好ダッシュは3番マルターズアポジー。やはり行きます。マルターズアポジー先頭です。2番手が8番オールザゴー。10番ダノンリバティ2番手。さらには17番ウィンガニオン、15番のウィンガニオンもこのグループに取り付いていって、2番手グループは3頭になりました。その後5番手グループが5番ロサギガンティア、上がっていった13番マイネルハニー、その後11番のヤングマンパワー追走で、インコースが2番のレッドレイブンです。外回りコースに出ています。中段の外目に14番のロードクエストが追走で3コーナーをカーブしていきます。その後がクラリティスカイ。残り1000メーターを切っています。ダノンプラチナが中段から後ろのインコース。馬群の中には6番のメートルダールが追走していって3、4コーナー中間。さらにその外に12番のブラックムーンが行っています。あとは16番浮世の風、7番の湘南バッハ、最後方4番の当選デュークです。馬群は4コーナーカーブから直線コースを向きます。先頭、マルターズアポジー、リードが3馬身から4馬身、依然保って600を切りました。2番手が15番のウィン・ガニオン、3番手13番のマイネル・ハニー。その後4番手グループからはヤングマンパワー、さらにダノン・リバティ、外からは追い込んでくる ロードクエストです。残り400を切って、まだまだ先頭3番のマルターズアポジー、3馬身リードを保っています。2番手盛んに虫が入って15番のウィン・ガニオン、まもなく残り200、あとは3番手グループからはヤングマンパワー、ロードクエスト、内からはダノン・プラチナ、ダノン・リバティ、間から2番のレッドレイブンも追い込んでくる。しかし3番のマルターズアポジーだ。マルターズアポジー先頭だ。マルターズアポジー逃げ切った、ゴールイン。3番マルターズアポジー